ボビンとは、ボビンレースを作るための道具の一つである。長細い棒状の形態をしており、ヨーロッパ各国では、地域性のある形状をし、材質も様々であり、装飾が施されているものが多い。アンティークボビンは、代々受け継がれて使用されることが多く、市場に出回ることは稀である。大きさは、折り上げる、糸の種類によって様々である。 ヨーロッパの博物館等で展示されているのを見ることができる。また、日本では木製のム用ボビンが市販されている。イギリス式ボビンは大陸で使われているボビンとは型が異なり美しい装飾も施されている。通常の長さはスパングルと呼ばれるビーズの装飾部分を除いて9から10センチ程度である。ボビンは通常木、動物の骨などから作られる。 多くは木製であり、骨で作られたボビンは数が少なく高価だが木製よりも長持ちする。真鍮、銀メッキ、鉄などで作られたものも見受けられるが重くなるため通常よりも細めに作られる。また、ごく稀に造毛で作られたボビンもあるが大変高価なものであり、普通のレースメーカーには手の届かないものである。ガラスや銀製のボビンも知られているが、 実用性はなく、むしろ鑑賞目的である。初心者向けにプラスティックのボビンを販売されている。ありがとうございます。